新年を迎え、世界各地でいてつく寒さ、中、真冬の海や川に飛び込むイベントが割れました。記録的な寒波が続くあり、東部ペンシルベニア州のハリスバーで1日行われた水中に飛び込むイベントは、氷点下の寒さの中、水着姿の人たち、川の中に入っていきました。川にはプン、氷が張っていたため、レスキュー隊が、塩素を使って氷を砕いてイベント、開催にこぎつけたということです。まいった男性は、こんな川に入るのは頭がおくなったのではないかと思うだろうけ。実際やってみると快感だと話していました。フランス北部の港町ダンケルで、1日、北海に面した海岸に思い思い、狩りをした人たちが集まり、次々に海の、に入りました。参加者たちは海中でき、影をするなどして新年のムードを楽し、いました。イタリアの首都ローマは20メートル近い橋の上から川の、に飛び込むという、70年以上続く新年、伝統行事が行われ、中には宙返りを披露、ながら川に飛び込む男性もいました。加わった男性は、世界各地で困難に直面し、